カルス県はトルコ、東アナトリア地方北東部に位置する県。県とはカルス。北にアルダハン、西にエルズルム、南にアール、ウードルと接しており東はアルメニアとの国境である。オスマン帝国領イエヌ、カース・ヤレイ,イエヌ・ e イヤレイ・オブ・チャイルダーであったが、ロト戦争後に締結されたサンステファノ条約と、 ベルリン条約によって1878年から1917年までの間はロシア帝国領となりカルス州が置かれた。1920年頃第一次世界大戦とロシア革命の後に締結されたブレストリトフスク条約によって1918年から1920年まではアルメニア第一共和国のバナンド県であった。この後、 ロシア社会主義連邦ソビエト共和国とトルコ大国民議会とのカルス条約でトルコ共和国領になる。1990年代まではアルダハン県、ウーデル,ル県はカルス県に含まれていたが、この後分割された。カルスには8つの海自治体がある。カルスはいくつものアルメニア人の遺構があり、有名なものにはアニ遺跡と9世紀頃に建てられた市との教会がある。これらの遺跡には この土地がトルコ領になった際に一度破壊しようとした跡が残っているものも多い。近年政府は観光資源のため県内の遺構の保存を主導している。ありがとうございます。